メリー・クレイトンはアメリカ合衆国の R&B 歌手。ローリング・ストーンズとの共演で広く知られ、他にも様々なアーティストの作品でバックコーラスを担当し、ソロ活動も行う。1980年代以降は女優としても活動。リトル・フィー・イットのメンバーとして知られるサム・クレイトンの実子である。ニューオーリンズ出身。1963年にシングル。 ザ・ドーベル・リングスでソロデビューを果たした。また、セッションミュージシャンとして様々なアーティストのバックコーラスを務める。中でもレイ・チャールズのバックコーラスを担当したグループレイ・レッツでの活動等で知られる。1969年、ローリング・ストーンズのアルバムレッド・イット・ブリード収録曲ギミー・シェルターのレコーディングに参加。 当初はデラニーボニーのボニー・ブラムレットが参加する予定だったが、ブラムレットが体調を崩し、代役としてクレートンが呼ばれた。曲中、ミック・ジャガーと対等な立場でデュエットを披露し、一部パートではリードボーカルも担当した。1970年初のソロアルバム、ギミー・シェルターを発表。同アルバムで前日のギミー・シェルターをカバーしており、 クレートンのバージョンはシングルとしてもリリースされて全米73位に達した。同年10月にはカリフォルニア州で行われた音楽フェスティバルビッグサーフェスティバルに参加し、その時の模様の一部はオムニバスライブアルバムセレブレーションに収録された。1970年代にはジョン・サイモン、ジョン・サイモンズアルバムキャロル・キング、つづれよりリンゴ・スター、 リンゴ、レーナード・スキナード、スウィート・ホーム・アラバマ等の作品でもバックコーラスを担当した。クレイトンは1986年公開の映画ナインハーフで歌手の役を演じた。翌年には女刑事、キャグニーレイシーの最終シーズンに刑事役でレギュラー出演した。1988年映画ダーティ・ダンシングのサウンドトラックでクレイトンが歌った。 楽曲イエスがシングルとして全米45位に達し、クレイトンにとって最大のヒット曲となった。私生活では1960年代末期にジャズサックス奏者のカーティス・アミーと結婚し、二人の息子に恵まれるが、カーティスは2002年に死去。2013年、バックシンガーにスポットライトを当てたドキュメンタリー映画、バックコーラスの歌姫たちに出演。 メリー・クレイトンがレコーディングやライブをサポートしたアーティストの一覧、聖またはバンド名の五十音人、ありがとうございます。